皆さんこんにちは。この動画シリーズはビデオブロックブラッガーの基本操作チュトリアルです。特に詳しく知りたい項目があれば YouTube の公式チャンネルビデオブロックブラッガー日本公式からより詳しく説明したチュトリアルをチェックしてください。今回の動画ではオーディオクリップの長さを調整する方法についてご紹介します。方法1は音声クリップの中間の一部を削除してオーディオクリップの長さを調整する。赤い縦線をカットしたい部分の開始時刻に合わせて分割ボタンをクリックします。同じに終了時刻を選択して分割をクリックします。するとオーディオクリップが3つのパートになります。中間のカットしたい部分をクリックしてキーボードでデリートキーを押したらその部分が削除されます。後ろのオーディオクリップを前に移動して残りのオーディオクリップとつなげます。方法2は音声編集画面で不要な部分をカットする。ツールバーにあるオーディオタブをクリックしてビデオブロックブラッガーの専門的な音声編集機能に入ります。削除したい部分を選択して削除タブをクリック、あるいはキーボードにあるデリートキーを押すことによって選択された音声を削除することができます。最後には右下の適用ボタンをぜひクリックしてください。方法3は始点と終点を設定することによってオーディオクリップを調整する。ビデオブロックブラッガーでツールバーにあるリップル編集とタイムストレッチの両方を変更することによって編集したいオーディオクリップの始点と終点をドラッグ&ドロップすると異なる結果が得られます。リップル編集の状態でクリップの端をドラッグ&ドロップする場合はビデオコンテンツの延長と短縮です。つまり動画、音声のカット、トリミングができます。タイムストレッチの状態でクリップの端をドラッグ&ドロップする場合はビデオコンテンツの変更はなく、ただ再生時間が変更します。動画、音声のスロー、倍速再生ができます。リップル編集の操作を例として解説します。まずは、リップル編集に選択してください。マウスのカーソルをオーディオクリップの始点あるいは終点に置いて、クリップの端を中央に向かってドラッグするだけで、オーディオクリップの長さが調整できます。タイムストレッチの操作は、リップル編集の操作と同じです。ご不明な点がございましたら、いつでもビデオブロックブラッガー日本公式チャンネルにお問い合わせください。